What's up guys, it is here. Before we jump into the video, if you guys like the content that I have created so far, do me a huge favor by leaving a thumbs up. It actually helps out a ton. And if you want to see more stuff like this in the future, go ahead and click the subscription icon and the bell notification to have them updated in your sub feed when the new videos go live. Players of Honkai Star Rail has been going nuts as of lately because of this one screenshot of Tingyun doing the shark head tilt and going yandere. So I'm genuinely curious what happened and caused her to become like this. Which is why what I'll be doing is I will be checking out the latest Trailblaze mission, which is Even Immortality Ends, and see. It is very high likely that there will be a new boss fight, and hopefully we'll get some answers on what happened to Tingyun and causes her to go yandere mode. So let's not waste any more time and jump right into the Trailblaze mission. Let's do this. Oh. What in the world happened? Hidoi. 私たちが構造士に長居していた間に 大木様が軍を出したようですね。 She must have divined it was the right time. 兵器神速というわけだな。今のラフが最も重視している問題は正確の災いを制御すること。軽減将軍が軍の指揮を大木に任せたのであれば、 彼女が牧さんの結果を頼りに行動することも分かっていたはずだ。運気軍について行かなくてよかった。戦争と冒険は違うもん。死体があちこちに。うち、こういうの苦手。ご冗談を。この程度大したことではありませんよ。数百年前、とある工場の司令が 剣木を奪うために軍を率いてラフに攻め入ったことがありました。その戦争では半数の同点が崩れ、ほとんどの運気軍が殺されてしまった。このような過去は長命主たる我々にとっては歴史とすら呼べない。昨日の出来事といっても過言ではありません。それに比べれば眼下の衝突など子供のままごとにすぎませんよ。 それちっとも慰めになってないんですけど。この一戦、大木は勝てたかどうか。Let's play safe and say it was a draw。もう試合じゃないんだから。運気軍はあんまり倒れてないし、きっと選手が勝ったんだよ。いや、そうとは限らない。航軍が成功したのであれば。 通常なら拠点や部隊を残して後処理の手配をするはずだ。しかしここには該当するものが見当たらない。周囲を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれない。気をつけてね。モンスターの線見て、あそこに人がいる。 まだ生きてる人が。あら、運気軍じゃない。こんなところで何をしているの？ここは危険だわ。俺たちは将軍が派遣した援軍だ。すまないが、他の人たちがどこにいるのか教えてくれないか。短命主にまで助けを求めるなんて、軽減は本当に人手不足みたいね。 Okay, we're starting things off with a battle already. Oh! 離れろ!
せやきゃできなくなる。どうしたの？怖くなっちゃった？争いは意味はない。俺が守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。I will do what needs to be done. にがさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。おやすみ。しようがないわね。ランス戦闘準備。よし。どうせ刹那に消え去る。Oh, really? Back up?なぜ自分から死への道を歩もうとするの？生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。はっ！殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うち、なかなかやるじゃん。Hold on, Natasha, heal up, Danhoe. 薬の時間よ。安心しろ。俺が守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。後悔しても遅い。うちのレバー。Wait, more backup?悪い気分。ランス戦闘準備。あ、逃がさない。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。うち、なかなかやるじゃん。 I mean staggered, sorry. One down.たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。手の施しようがないわね。おやすみ。ついてないね。争いに意味はない。もうなぜ飯。天州に来た理由は何？長命を求めるため。軽減の顔を見るまでもないわ。薬王秘伝がその願いを叶えてあげる。おう、シャラップ。生死虚実、同天元気、超無一角。手の施しようがないわね。俺が守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。後悔しても遅い。ワンダウン、シードゴー。The one in the middle there. この程度か。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。お注射の時間よ。あ、できないですよ。できないですよ。おやすみ。ランス戦闘準備。騒ぎを起こしたくはない。逃がさない。
Wait. 逃がさない。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。手の施しようがないわね。正式拒絶。一年のマナリ。同点ユンケ。超無一角。俺が守る。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。One down, one to go. Oh, okay, done. That took longer than expected, though. もう少し頑張って、すぐ救援を。いや、無駄だ。俺は奴を転化させられた。もうすぐ。Damn it. 早く、ここを離れろ。大木の人間なら、この先に。Alright, let's just keep moving. これまで潜伏していた薬王秘伝が姿を現すとは、大木様はこのことも見通していたのでしょうか。薬王秘伝は儒家の王薬師を信仰する泉州の大敵。同盟は数千年もの間この組織の壊滅を目指してきましたが、今日まで実現できておりません。この時期に彼らが現れたのはきっと偶然ではないでしょう。Okay, before. Okay, puzzle time. Nice. The freight starscape slowly moves into the jetty.Just keep moving for now. Oh, so this is the safe zone. Got it. 何者だ？雷を明かせ。待て、お前たちは。失礼しました。外は危険ですので、どうぞ中へお入りください。はい。うちらのことを知ってるの？将軍様が招かれた客人ですよね。大木様が皆さんの来訪を占い、ここで待つようにと指示を出されたんです。Okay. Fu Xuan was here? はい。大木様はここに軍を駐留させた後、石膏を連れて前方へ向かわれました。長年影を潜めていた薬王秘伝が現れたと聞いて、みんなビクビクしていたところでして。皆さんを迎えられてよかった。皆さんが来なければ、運気軍も進軍しないと大木様がおっしゃっていましたので、大木様が戻られるまでどうか陣内でお待ちください。運気軍が駐留したまま進軍しないとはどうやら楽観視できる状況ではないようだ。薬王秘伝、この名前は聞いたことがある。泉州の内部に潜んで同盟の転覆を目論む北条の勢力だったと記憶しているが、性格は確かに北条と関連する異像を引き起こした。まさか薬王秘伝はそれで偽装を諦めたのか。いや、運気軍の主力は少しも被害を受けていない。
おそらく俺たちの知らないところで何かが起きているのだろう。大木がいないのなら仕方ない。拠点内の運気軍に話を聞いてみよう。 OK。 では恩人様たちは拠点を見て回ってみてください。私は少し休ませていただきます。 Fair enough。 Get information on the outcome of the fighting and wait for Fu Xuan to return。 OK, we're not fighting this the enemy。 Well, let's gather the information in the meantimeA cloud knight is standing next to the captive. He stepped aside after you explained your identity and showed him the general's orders. 話が聞きたい。いいけど、そばで傍聴させてもらうよ。ここでの会話は供述書に記録することになっているんだ。OK。やっと話し相手ができた。堅苦しい運気君が相手だと。つまらなくてな。Okay, about Stellarons. あの光る種のことか。それなら見たことがある。とても綺麗だった。中を見ていると声が聞こえてくるんだ。ねえ、カカリアのこと覚えてる？ Of course。あれで剣木を蘇らせると海主が言ったときは、信じられなかったが。何しろあんなに多くの努力を重ね、断命種が何度も代替わりするほどの時間を費やしたのに、ちっとも蘇る気配を見せなかった剣木だ。だがこれではっきりした。アイオンの力のみが神の御業を再現できる。そう、その通りだ。偉大なる役を報酬よ。The crazy motherfucker。 ああ、お前も見たのか。剣木が蘇る様の。なんと神々しいことか。長命主さえ思い出せない神おろしの時代。薬王報酬は剣木をラフに授けた。この神木の力によって人類は数えきれないほどの奇跡を成し遂げたのだ。即上も木無冠も自在王神も。それなのに恨めしい要求が全てを台無しにした。真実を隠蔽して薬王の功績を無に返したのだ。しかし、時期に我々は神おろしの時代の繁華に戻ることができる。俺たちと共に戦っていた異獣を見ただろう。あれは剣木のささやかな恩恵に過ぎない。もう口を閉じろ、ザレ言ばかり言うドブネズミが。お前たちを待つのは運気軍の審判のみだ。 OK。What did you do to this cloud knight? 何をしたかって、同胞たちを直してやったまでだ。貧弱な血肉に囚われてさぞ苦しんでいたことだろう。こいつ、今すぐ切り伏せてやりたい。ああ、お前たちにはわからない。短命種にはわからないさ。魔恩の実？あれは薬王が授けた第二の命だ。画集を消し去り、戦隊をなせ、自由自在の命を実現するのだ。お前の目に力への渇望を見たぞ。人生は苦しく短い、そうだろう。俺がお前を、お前を、こいつの攻撃に惑わされる。カラカットだけじゃないか、お偉いさん。北条の祝福がなければ
短命種は変化に耐えられない。 Whatever, shut up, I'm out of here. Next. So I'm just talking to a psychopath. あら、恩人様、薬王秘伝の者たちとの話は終わったのですか？いかがでした？ They're mad. そうですね。ですが、北条の民からすれば、長命種の本性に向き合わず、心の魔を抑え、凡人のふりをして文明社会を維持することも、大人がままごとをするようなもの。それも一種の狂気なのです。先週人は死よりも不死を恐れています。長命を手に入れたというのに死よりも恐ろしい結末を迎えることになるとは。北条の主とやらは本当に趣味が悪い。Alright, let's keep moving for now.The soldier. What? Dragon tree? There is a ghastly paleness in the face of this resident Cloud Knight. As you approach him, he nods his head in salute. 手短に頼む。戦況が逼迫していて、雑談に気を取られている場合ではないんだ。How's the situation?大木様の軍令により我々は数時間前にここを攻略した。今回の敵が儒家の王に仕える薬王秘伝であることを知ったのはその時だ。最初は全てが順調だった。薬王秘伝の変人たちも奴らが操っていた異獣も俺たちの敵ではなかった。しかししばらくすると急に君の仲間たちが敵味方の区別なく無差別に人を襲うようになって。 Damn. They became our struck. くっそ、薬王秘伝め、一体どんな妖術を使ったんだ。先週人は魔音の実を人前にさらすことを意味嫌っている。何しろ魔音の実とは人の実であることを諦め、長命の血に潜む忌み物に敗北したという意味であり、帝宮の教えにも背くことになるからな。薬王秘伝の所業は同盟の民たちが最も厭う卑劣な行為だ。帝宮に誓って必ず同胞たちの敵を討ってみせる。大木様、お戻りになられたのですね。おう、フーフェン。お前たち待たせたわね。薬王秘伝が何を企んでいるのか分かったわ。 Please tell us the whole truth this time. 悪かったわね。機密保持のために薬王秘伝の情報は私と将軍の間で止めていたの。あれは同盟の転覆を目論む謎の組織、ずっと影に潜んでいたけれど、今回の性格事件でようやく尻尾を出した。そしてこの最悪も彼らと並々ならぬ関係がある。戦況が思わしくないにもかかわらず自ら先頭に立ち敵情を視察する君の度胸、感服した。褒めても何も出ないわよ。元よりボクさんはボクシャが自ら得た情報で演算してこそ正しい結果に近づくのだから。待ちなさい。今戦況が思わしくないと言った。薬王秘伝が長年の歳月をかけて計画を企て思わぬ手段を講じてきたのは間違いないけれど、劣勢を強いられているわけではないわ。勘違いしないで。Is this a segue into us joining the fray? 気が利くじゃない。おお、大
木との付き合いが長くなってきたおかげで、こっちも未来を予知できるようになってる。それで今回は何をさせるつもりなの？まさか先頭に立たせて運気軍と一緒に敵陣に突撃させるとか？行かない行かない、うち戦場で酔っちゃうタイプだから。The Tien behind us smiling. 誰も戦場に行けなんて言ってないでしょ。あれ違った？将軍が言ったように、お前たちは縁に導かれてやってきた騎兵。運気軍の強行はいわば成功法。木を照らうのはこれからよ。OK。さあ、こちらへ。原木を賜った後、探偵士はラフで最も重要な師となった。何しろ、すべての先修人を長命種に変えたのも、原木でも、端子たちが現状に満足することはなく、やがて命をもてあそぶようになった。原木の研究は、喉の渇きを、行商に見るは夢の中の夢。変化は心外心に集いて散る。お前たち、あれが見える？いや。大きな炭炉ですね。もくもくと煙が立ち上っています。あれは古の時代、炭師たちが先導を極めた場所。あそこで炭炉を築き上げ、剣木の力を吸い取り、奇想を現実のものにした。炉の煙が絶えないことから文化シフと呼ばれているわ。風情のある名前に聞こえるけれど、あそこは兵法上の死地。炭炉が消え、文化がなくならない以上、近づくこともできない。あれが運気軍が魔音に落ちた原因なのか。いかにも薬王秘伝は、各動天を漂う煙の中に魔音の実を誘発させる丹薬を仕込んだの。煙を散らさない限り、運気軍は戦わずして負けることになる。自分の隣にいる仲間がいつ魔音の実に落ちるかわからない。軍の士気を下げるのに疑心暗鬼は最高の手段でしょ。運気軍を進軍させたように見せかけ、相手の注意を引き、俺たちは炭炉に向かい煙を止める。そういう算段か。ええ、100年も潜伏していた薬王秘伝が姿を現したのは、自分たちに勝算があると踏んだからでしょう。でも何を企んでいるにしろ、奴らが想定した相手は運気軍であり、お前たちではない。つまりお前たちに対しては何の備えもないということ。This smoke can't affect us. ないと考えているわ。あの煙は運気軍のためだけに用意された切り札だもの。剣木はラフの禁忌。先週同盟は遥か昔から独立しているから、薬王秘伝の連中も将軍が外部に援軍を求めるとは考えないでしょう。それなら当然、短命種に対抗する策も用意していないはずよ。軽減将軍の言う騎兵とはこういうことだったのか。暴言を言うつもりはないけれど、正確ハンターの予言の方が私の牧さんより正確であることは間違いないわ。カフカが求める未来が一つ一つ現実になっている。This is the only way. この道だけが基地の最良の結果にたどり着ける。選択肢があるのなら、誰も崖から飛び降りることを選んだりしないわ。それに
これは私一人の判断ではないの。ん？大木の職務は基地を追い今日を避けること。私は自分の選択でラフを最悪の未来に向かわせたくはない。話がそれてしまったけれど、要するに何の影響も受けずに探路を消すことはお前たちにしかできない。どう？やってくれるかしら。分かった。今回はお願いがなかったけど、うちらにしかできないことだもんね。あんたも幼児ちゃんもそう思うでしょ。煙が消えたらすぐに駆けつけると約束する。決してお前たちを孤軍奮闘させたりしないわ。 OK。 Right, let's turn off the three small… なんかさ、長命種は長く生きられるけど、悩んだり苦しんだりするところはうちら短命種と変わらないんだね。Also, I'm not sure if you guys can hear it, but holy hell, the OST for this story quest is giving me Ghost in the Shell vibes. もう探路の近くなのに、なんでまだ帰らないの？ご心配なさらずとも、私なら大事ありません。それに将軍様に命じられた以上、逆らうわけにもいきませんので。帝雲さんの命に関わることだ。もう帰った方がいい。将軍には俺たちから説明しておく。本当に問題ありませんのに。私は長年宇宙を航行していますが、実際に越暦と呼べる年月は十数年程度なのですよ。そう考えるとむしろ皆様の方が年配かもしれませんね。Okay, Tingyi is slowly being sus over here. 煙が薄く…これ！うち、今回は足を引っ張ってないでしょ？ Damn. Is this a second one?Oops, sorry. It's meant to be turned off. Sorry. Oops.Wait, now what?消えてしまった。問題ありません。来るべきものが訪れたまで。お前だったの、ダンス。ダンシュ、お会いできて光栄です。大木様、あまり驚いていらっしゃらないようですね。薬王秘伝が探偵誌に隠れていることは将軍も私も知っていたわ。ただ確たる証拠がなければ六氏を審判することはできないから、お前自ら飛び出してくるのを待っていただけ。ちょうどよかったかもしれないわね。性格の邪推を泉州に引き入れ、剣木をよみがえらせた上、人々を魔恩の身に貶めた。これらの滞在、すべて獣王氏に清算してもらいましょう。滞在、私が罪を犯したというのなら、泉州の祖先たちも滞在人ではありませんか。豊穣の賜物を受け、子孫たちを長命種にしたのは彼らなのだから。薬王秘伝は、ただ彼らが歩んできた道をたどり、さらなる調達を求めたにすぎません。それに何の罪があるというのでしょう。
その時、剣木の根は千秋羅布を包み込み、まるで生きているかのようでした。我々は政界において他の追随を許さない存在になった。全ての人々が得道して仙人となり、自由自在に変化することができたのです。豊穣の賜物が九層の千秋に降臨する、なんと輝かしい時代だったことか。それに比べて今の千秋のありさまを見てください。要求に惑わされ、豊穣の民によって幾度も塗炭の苦しみを味わってきました。その上、獣王氏には長命を諦めることを強要されている。ああ、嘆かわしい。無知を責めるつもりはありません。私たちは剣木が誕生した時代に生まれ、その奇跡を見届けたわけではありませんから。しかし、まだ機会はある。今から個性を取り戻して。どんなご考説を持ち出すのかと思えば、力を求めるだのなんだのとありきたりな言葉ばかりじゃない。先週の祖先たちが帝宮と共に戦い、獣王氏を設立して生死を定めたのは、再び人間として生きようとしたからよ。仙人、仙州に仙人などいない。北条の御業も生死を操ることも、お前たちのしていることは人ならざる外道の所業に過ぎないわ。お話になりませんね、大木様。あなた様は選択をなさった。力を諦めるという選択を。そしてそれはとても愚かな選択であると言わざるを得ません。 It looks like she wants a fight and the fight she'll get. 大木様、ウォー！成したことをもう一度お見せしましょう。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。Okay. Natasha will handle this one. 俺が守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。争いに意味はない。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。おい、ナタシャ、タイプイズヒューズ。安心しろ。ランス戦闘準備。マイナーデミッシュ。騒ぎを起こしたくはない。生死拒絶、同点元気、勝負一角。ああ、なんでいけ、元気。おやすみ。セーブ。ウェイ。間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。よっ。俺が守る。オッケー、プダウントルゴー。で。ついてないね。殴ったね。逃がさない。お注射の時間よ。後悔しても遅い。うちの出番。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。
ャンスだ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。争いに意味はない。 Not dead yet. I think they don't focus. 生死拒絶、同点幽霊、超無一角。 I think I wasted my all day, but never mind. 慈悲深き悪王よ、我が元へ。 Oh, shut up. Oh, what the hell did she do?Natasha, I think we'll heal up. Damn him first. 安心します。戦闘準備。Okay, that hurts. たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。Okay, gotta stay frosty from here on out. 悪い子ね。お薬の時間よ。俺が守る。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。Then who will attack this guy first? 生死拒絶、同点元気、超無一角。Yow! 殴ったね。生死の変化。うちの出番。Black Brunner's snare will be used next turn. Okay, one down, two to go.お注射の時間よ。ヒラダンハンデン。安心しろ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。マーケット。逃がさない。ヤオチ。騒ぎを起こしたくはない。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。悪い子ね。お薬の時間よ。助かった。逃がさない。私は死でした。ついてないね。おかしい。ランス戦闘準備。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。生死拒絶、移動点元気、超無一角。さあ、This will be a lengthy fight。元気の手や。この程度か。殴ったぞ。手の施しようがないわね。ダンハンデン。安心しろ。うちの出番。Yeah, this is gonna be a lengthy fight from the way I see it. Whoa, hell. お薬の時間よ。ほんの気持ちよ。気にしないで。マーケット。逃がさない。精神の変化。俺が守る。殴ったね。争いに意味はない。Wait, ah, shoot. 移動点元気。Oh, is that the king? うちの出番。お注射の時間。お休み。その命は平気よ。Again. 逃がさない。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。Yeah, this is gonna be a lengthy fight when we are seeing.Yeah!
には真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。安心しろ。ついてないね。ランス戦闘準備。後悔しても遅い。生死虚実、同点元気、超無一角。俺が守る。で、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。悪い子ね。Focus on the the lady. Focus on the lady.I'll just focus on the lady. Almost there. I think about one third of her HP left. たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。お薬の時間よ。助かった、ありがとう。ついてないね。おぼえ。争いに意味はない。私はヒーローショー。この程度か。殴ったね。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。うちの出番。生死虚実、同点元気、超無一角。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。 Maybe I should win when the path of destruction main guy. 心身平気よ。逃がさない。間に合った。ほんの気持ちよ、気にしないで。助かった、ありがとう。Oh, broke. I missed Tiger, sorry. おやすみ。生死虚実、同点元気、超無一角。Ah, just to be more. Oh, done. なぜなの？彼女。確かに。Woo! That was quite a lengthy battle. 金箔は降臨する。君の制服を携えて、性格を授けた者がそう言っていた。剣の百王妃でファンティリア成し遂げました。オーソデスニー絶滅大君も約束を果たしなさい。今ここで。ロード・ラヴァジュ。あらあら、どうして私の手を汚させようとするのでしょう。これでは
私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか。虫けらが。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。Wait. あ、残念。もっと観察したかったのに。Wait. 王将の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられる。What the hell? 当然だろ。What the hell? What the? 本人の皆様、改めて自己紹介させてもらう。What the hell? 私は絶滅大群元老。こたびこの地へ訪れたのは、この聖衆に混沌を呼び、自ら滅びへの道を歩ませるため。テオンがレギオンの絶滅大群？一体どういうこと？落ち着きなさい。大敵を前に心を乱してはダメ。What in the blue hell just happened? Huh? Okay, you know what? Let's just focus on the battle for now. So what, all this while Qingyin was being possessed or mind controlled by Fanti Lia? But since when? Never mind, let's just keep. Alright, okay, I get you, Dang Heng, I get you. So let's just keep fighting for now. And yeah, I probably should have went for the path of the main guy, should have went for the path of destruction, but never mind. Let's just keep fighting for now. Yari saki ni hiyo. Hono no yari o tatsuke. Uchi, nakanaka yaru jan. Sawagi o okoshitaku wa nai. Oh shit. Okusuri no jikan yo. Wait, one button.ほんの気持ちよ、気にしないで。ランス、戦闘準備。いや、逃がさない。争いに意味はない。生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。Okay, what? Break the one on the left. Okay, one down, three to go. But there's still a fist, round two though. Shoot. Never mind. Focus on the enemy in front of you for now. Yikes. Yari saki ni hiyo. Hono no yari o tatsuke. Sawagi o okoshitaku wa nai. Ore ga mamoru. Arasoi ni imi wa nai.Wait. 生死虚実、同点元気、超無一角。Okay, one to go. 殴ったの？手の施しようが。おやすみ。たまには真面目に行こっか。Wait, three rounds? You can't be serious. 騒ぎを起こしたくはない。ついてないね。
ice. You go this one. Physical will be this one. Destroy the guy, the second guy first. Great. I got an idea. Stagger the Void Ranger. Yari saki ni hiyo. Hono no yari o tatsuke. Okay. Not good enough. Seishi kyojitsu. 1年の間同点元気超無一角 OK one to go 後悔しても遅い聖書に目をつけたのは訓練でも聖書でもなかったことに感謝するがいいわらわは自らの手で壊滅を作り出すのが嫌いなのだあの将軍はよほどわらわを舞台に上がらせたかったらしいそこまで期待されては仕方がない拙いものだが披露させてもらうそろそろ時間だこの役者どもと心ゆくまで楽しむがよい Shut up! のとっておきをくらえ You talk too much. Chance だ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。Yeah, you need to then.騒ぎを起こしたくはない。おやすみ。おいや。ランス戦闘準備。Wait。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。争いに意味はない。聖子拒絶同点元気超無意味 After all that's not enough you can't be serious Bollocks 私は heal up March 逃がさないたまには真面目にうちのとっておきをくらえ槍先に火を炎の槍を断ち切れ騒ぎを起こしたくはない。ステグ。なかなかやるじゃん。ラグっとね。Recover from frozen, okay? 俺が守る。逃がさない。Damn, that took out quite a lot of shield. Yowch. 争いに意味はない。聖子拒絶同点元気超無一角。おやすみ。Stay good. うちのとっておきをくらえ。Whoops, wrong direction, but never mind.And after that, they still don't get a job done. You can't be serious. Now the Weaver left. Sawagi will cost. Ah, I pressed the wrong button. Uchino reban.
殴ったのね。悪い子ね。おやすみ。ステグしても遅い。おお、ファイナリー。 OK、そう、ハウスティンギン。つまり今までうちらと一緒に行動してたテウンはレギオンの人間だったってこと？さっきテウンの体から出た炎は何？テウンの体は、あの子の体はどこに行っちゃったの？ Wait, her body's gone? 幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない？さっきは何が起こったの？Mr. Yang, please explain. あの炎は絶滅大君元老を自称した。この名前は以前他の七死人から聞いたことがある。彼女はナヌークの機関にして七大君の一人。そこに自滅に執着していて、多くの生命が彼女に誘われ未来永劫の深淵に落ちていった。それはつまり、あの天白氏の娘は元老に惑わされてレギオンの手先になったということ？いや、それはわからない。元老は精神と物質双方の壊滅を、心の崩壊による肉体の滅亡を好んでいる。だがテイウンさんの言動は惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、元老が化けていた可能性が高い。So, are you trying to say that Tingin has been possessed or mind controlled or something? 幼児ちゃん、それってつまり本物のテウンは？すまないなのか、まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいるのか、いつすり替わったのか、あの体が消えてしまった以上、俺たちに調べる術はないんだ。これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれがテイウンさんだとしたら、わざわざ元老が証拠を破壊する理由がない。亡骸を敵の前に投げ捨てた方が彼女の壊滅の美学にふさわしいからな。そう考えると、俺たちの混乱と猜疑心を煽り、自分の毒策にはまるよう仕向けることこそ元老の真の目的なのかもしれない。なるほど。薬王秘伝が反乱を起こしたのもレギオンのタイ君と裏で手を組んでいたからなのね。奴は先週人の姿に化けて性格をラフに持ち込み、私たちを自滅させようとした。奴の狙いは剣木に違いないわ。剣木に手を加えることはラフの根源を奪うようなもの。そうすれば容易に先週を覆滅できるでしょうね。もう時間がない。急いで奴を止めるわよ。星座に乗ってすぐ前に見えるのが剣木を封印している洞天林縁橋よ。さあ出発しましょう。はい。先週人の姿に化けて私たちを愚弄していたなんて、本当に忌々しい。何より心配なのは、この泉州にあとどれだけの反物質レギオンが潜んでいるのかわからないことね。 OK, let's first of all, let's talk about Tingin. もう急展開すぎて何が何だか。でも幼児ちゃんの言った通り、よく考えると天運には怪しいところがあった気がする。特に北条の造物に異常な興味を持ってたりとか。天白氏が派遣した施設なら天運という人物が実在することは間違いないでしょう。安心して、彼女の行方は運気軍に探させるから。私たちの前に現れた天運は、あの悪辣さと残忍さを見るに、ベルトの推測通りきっと私たちを混乱させたかったんでしょうね。彼女の罠にはまるわけにはいかないわ。Okay, about the skill gorge water skill. あれは
寿命族が管理していた同点で、寿命族の故郷から移植された古海の継承地だと言われているわ。大戦で剣木がおられてからも剣木の根は伸び続けていた。本当に枯れたわけではなかったのよ。そこで同盟は剣木を林縁郷に封じ込め、竜の血族である寿命の力を借りて制御しようと、寿命族の竜祖に代々剣木を見守る使命を与えた。かなり時間が経っているから、その封印が今も残っているかどうかはわからない。残っていたとしても、あの悪霊のような絶滅大群を止めることはできないでしょうね。 OK、Where's Jin Yuan? さっき神速府に元凶を報告したけれど、旧館の陣で話して以来、将軍とは連絡が取れていないの。確か、こちらから出向かなければならないことがあると言っていたわね。Really? 気球存亡の時である今、将軍を信じるしかない。OK、Time is of the essence. Let's go.Meanwhile, ここ The Alchemy Commission. ムクチ君詳しいんだね。探偵士で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、運気軍をここに集結させるっていう内容だった。きっと性格の問題を解決するためだろうね。ここまで来て、ついに運気軍の影が見えてきた。ようやくタイに戻れる。ね、私は嘘をついてなかったでしょ。安全な場所に案内するって言った以上、絶対に案内してみせる。ちょっと遠回りしたけど。Bro、聖査会に行く前に、とある牧者に今回の旅の運勢を占ってもらったんだ。彼はこう言っていた。従うのみ。行く先を気にせず、流れに身を任せれば得るものがあるとね。え、どういう意味？つまりお嬢さんに礼を言っているんだよ。あ、そう。じゃあ私は長官のところに報告に行ってくるね。あんたたちはこの辺りを見て回ってなよ。でも後で運気軍が護送に来るから、あんまり遠くには行かないように。縁があったらまた会おう。 I just realized Dan Heng and Luo Cha's outfits are kind of similar in design. Okay.一向に通信がつながらない。あいつらに何があったのかさえわからない。運気軍は性格のために兵力を集めているようだが、カフカが俺たちをおびき寄せた理由は何だ。あいつら、ジンは今どうなっている。時間を無駄にしすぎた。情報が必要だ。 All rightSo, information gathering time.二人には悪いが、俺は仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。Wait. この間。この耐震艇は我ら寿命族の運輪の術で駆動しています。古海の水を飲み、クジラが水を吸い込むように丹薬を練り上げているのです。What the hell? Find out where the trade is and the others are. OK.
Okay. Looks like I'm all alone now. Come on, make it fast. ジミオが協力して作った単炉にはそのすべてに軍人の術がかけられております。さあ若様、御身で感じてみてください。世はからくりに頼らずとも水を操れる。感じたところで何の意味があるというのだ。若様は選ばれし者、資質で言えば当然秀逸だと言えるでしょう。しかし運銀の術は基本となるもの。け寿命族の深淵、過去の影はまだ消えていないのか。この記憶は、いや、もう俺には関係のないことだ。Let's just keep moving for now. このみなぎる力、あなた様は、リュウソン様がお戻りになられたのですね。Hi, Elder. 林影響で恐ろしいことが起きております。これ以上。先に進んではなりません。あなた様の、あなた様の敵が待ち受けているのです。すまないが、ここに留まるわけにはいかない。すでに俺の仲間たちがここを離れた。早く彼らに追いつかなければならないんだ。あなた様は相変わらず害を通されるのですね。私どもの話を聞こうともせずに、まるであの時と同じように。かしこまりました。林影響への船は岸辺にありますので、そちらにお乗りください。けカチン。来たの。時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう、魔音の実を。よく来たな。オーボエ。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がさんぞ。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱はお前たちの過去と何の関係もない。炭鉱。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様は、貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやる、炭鉱。貴様に死の苦痛をな。 Is Dunhill hiding something? それはダメだよ。 Oh, now what?君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来てもらう。権限についている小僧か。やつは時期の見極め方を教えなかったようだ。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら
君の顔。Now what? どこかで見たことがあるような。気をつけろ。おう、カチン。無駄だ。ウォー。その正体を表せ。やめろ。おっしゅ、ウォーし。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯すし、戦士を裏切り、大乱を起こし、けど戦場に追放する。寿命の竜族陰月君だ。インビビタルネ。So wait, that's Dangun's true form? 先週に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならば、どちらも捕らえて、将軍に裁いてもらうまで。 What the hell is going on? Holy shit! その悪名は聞いたことがあるよ。陰月くん、まさかインビビタルーニ。性格ハンターだけでなく、重罪人が一人先週に潜り込んだ。 Wait, Danhu was an exact criminal? 騒ぎを起こすつもりはない。先週に来たのは友人の安否を確認するためだ。面会は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。Destroy all flying. Okay, got it. いいぞ。こうでなくてはな。陰月、友人との再会はもう叶わぬかもしれんぞ。やつらも今頃苦戦しているだろう。黙れ。君も行かせはしない。いいだろう。ならもう少し盛り上げようじゃないか。カフカ。ええ、そうしましょう。聞いて、ジンちゃん、束縛を解くの？行けぞ！ Whoa! Blade just lost half of his HP! Damn, boy! 気にかけ、降伏しろ！なかなか。Okay?So I'm supposed to destroy these blades, right? Okay. Gaki が空いてたから手を下せない。Yikes. Ooh. Okay. 三月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。ブラスモード AD? OK! フォーメーションコーディスメント。確かに二人とも手強いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。おう、おう、おう。その剣見覚えがある。Wait! That was Jing Liu's technique!時間を取られるわけだ。Use the skill to enhance Dan Heng in Victor Lune's basic attack for up to King Girl's Dignified. 事を荒てるのは本意ではないが、他に方法がないようだ。すまない。天候の。Use Fall Grand Leap. So wait, so Jin Liu isn't? Never mind. I so komade. Minna, kite. Mo yame nasai. Damn, Kafka. Manzoku shita?
Alright, everyone, ceasefire. What did you do? I'm going to be prepared for the five people who are going to be here. I'm going to be prepared for a little bit. If you're going to be laughing in front of Raph, you're going to be laughing at Jin-chan and you. Raph is going to be laughing at Jin-yuan? Oh, Jin-yuan's here. Okay. Keigen. Shogun! Stari が久々に帰ってきたというのに。なんとも気まずい場面になっているようだ。旧友を懐かしく思うのであれば、もっと早く知らせてくれてもよかったんじゃないか。俺のやるべきことはもう終わった。ああ、そうだろうとも。君たちは以前、泉州を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ、感謝しているんだ。このものを連れて行く。今回は見なかったことにしよう。将軍、僕は今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友よ。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが林縁橋で君を待っているんだ。私と一緒に彼らに会いに行こう。 Okay, I definitely need.I definitely need a backstory on what is going on just now. Like, holy hell, man. Suki terasu kokai, myōkyō ni masaru. Rin-en-kyō no keshiki wa izen mita toki to kawaranai to iu ni. Futatabi koko ni tatsu kimi to watashi wa mou chigau. Tatoe nikutai ga horobinu chōmeishu da toshitemo.天地の普遍と並ぶことはできないか。将軍は寿命族の輪廻転生を知っているはずだ。古海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者はもういない。俺の名は丹光だ。あの丹風が英雄だろうと咎人だろうと俺とは関係ない。俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。これに対して文句を言うつもりはない。ただ将軍には過去の残影を捨ててみてほしい。昔のことを語ると濁った水をかき混ぜるかのように不快感がよみがえってくるよ。おそらく君のその見た目が、竜の角が、竜尊の気質が、二人の姿を結びつけているのだろうね。だから言って。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だというんだい。たった一言や二言で周りの態度を変えられるのであれば、この世に紛争は起きない。丹風として見ないでほしいと言ったか。いいだろう。だがその代わり、あることをやってもらいたい。丹風として最後に一度手を貸してほしい。それが終わったら彼の死を認め、君への追放令も撤回しよう。約束だ。OK。その後、少なくともラフでは君は誰の影でもなくなる。丹風にできたことが俺にもできるとは限らない。できないなら
約束はなしだね。君の前世を恨め。彼があんな馬鹿げたことをしなかったら、ケリューの力が完全に残っていたら、こうして君に迫る必要もなかったというのに。再びここに立つ君と私は違っていると、私はさっきそう言ったね。タンフーはいなくなり、タンコウだけが残っている。私も、今はただのラフ将軍でしかない。やらざるを得ないことがあるのだよ。さてと、明るい話題に変えよう。君が列車で作った友人たちが今近くにいるのだが、彼らに会いたいと思わないかい？彼に、ミツキやベルトさんが、あいつらをここに連れてきたのか。報奨の意味物を警戒し、性格ハンターを警戒し、薬王秘伝を警戒してきたが、まさか半物質レギオンだったとは。エティメテリジェン巡視の最中にゲドウどもと戦うことになるか。この一戦を経た後、ラフの存亡に関わらず、同盟はレギオンを不遇大天の敵とみなすだろう。So wait, are you telling me the Animated Legion is the real villain and not the Stellaron Hunters? Okay. これまでレギオンが同盟にちょっかいを出すことはなかった。情報によると、狂った戦争機械が集まる軍団だとか、油断したよ。七体君それぞれが鮮やかな個性を持つとはね。これは参った。タイ君、元老は物事を内部から崩壊させるのを好んでいる。だから性格の災いを計画し、薬王秘伝を水面に出させた。だが今やその陰謀は暴かれ、彼女は自ら舞台に立つしかない。いや違う、これは彼女の壊滅美学に背いているな。きっとまだ気づいていない何かがあるはずだ。知っているかい、タンフーが犯した罪に対して獣王氏は君を滅するべきだと強く主張したんだよ。そして寿命族の方は半々ケリューの伝承が半分しか完成していなかったからね。寿命族の長老は君を憎んでいたが、殺す勇気はなかったんだ。獣王氏と天白氏が納得するよう圧力をかけ、彼らはタンフーに脱輪の術を強制的に執行した。だが彼らはその途中である瑕疵を残した。長老は獣王氏の目をごまかせると思ったのだろうが、岩の物言う世の中だ。お、ほう、君の友人たちがレギオンの連中と戦っているね。急ぐぞ、早く加勢してやらないと。So we controlling, okay. One, two, three. Plus. 勝利、いでよ。 Damn.Wait, there are two more rounds? You can't be serious. I think he has been locked on. Okay. Okay. One. Two. Three. Plus.
交流飲め。ダメ。この機会を逃すな。くらえ。人間 with his AOE。陛下、慈悲なし。うちってばなかなかやるじゃん。Yikes! Okay, one. Jingen Susanoo obliterated them. Okay, one. Two. Three. Plus. Shouri.プラス木を逃してはならない。シンガタグ騎兵の出番。高校たる異例よ、我が命に従え。ザン、うちの出番。ほら、よし。 Wait, wrong button, sorry。ルールは破るためにある。 Lovely now。 インカミンスサノオ。この力を使うつもりはなかった。 One Two Three Plus。 さあ交流飲め。この機会を逃すな。うちがいるんだから負けないよ。この力が騒いでいる。ワン、ツー、スリー、フォー、プラス。勝利、いいで。即戦即決といこう。Recover from invisible and break. Okay. 逃がさない。うちに出くわすなんてついてないね。Okay, Susanoo incoming. And the Susanoo got the job done. Kagen, やっと来ましたか。すまないすまない。ご苦労だった、フゲン殿。新作譜の先方はもう読んである。元老の計画については。剣木です。一番の異様はあそこにあります。絶滅大君である元老が用いる手段は、物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっと、奴は剣木を操って、儒家の力をまき散らそうとしているに違いありません。ラフを不死の忌み物が横行する地獄にしようと企んでいるのでしょう。うん、状況は大方把握した。列車の諸君、喜んでくれると思い、ある人物を連れてきた。ぜひ会ってくれ。それって角どうなってんの。 He's gonna have to do a tons of explanation after this。 俺で間違いない。じゃあつまり本当に何らかの力を隠してたってこと。さて、雑談はここまでにしよう。列車がラフに着いた時、君たちは性格の問題を処理するためだと言っていたね。だが、あの時の私は性格ハンターに別の企みがあるのを恐れ、君たちの提案に乗らなかった。結局性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかし
その企みは諸君をここへ誘導し、わざと事態を拡大させて泉州と列車を協力させることであった。今では諸君の誠意を疑う余地もない。シャイの言葉では足りないほど感謝している。もしこれ以上何かを望めば厚かましいと言われるだろう。だが不言殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得ず炭鉱殿の力をお借りしたい。どうか諸君にも全面的にご協力いただけないだろうか。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だがこれは俺自身の意思だ。請求列車を代弁することはできない。探索、理解、構築、連携、列車組が全うする開拓の心情はこの4つのワードだ。しかし旅は険しく、これらを貫き通すのは極めて難しい。恐怖、基地、敵、死、これら旅の困難を乗り越えて歩んでいける七死人はごく少数だろう。前に進むにせよ、離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で決めるべきだ。列車が次の目的地を決めるときに投じた一票みたいにな。タンコ、あんたはどうする気？Well, where in me so? ありがとう、タンコ殿。俺は七死人としてここに立っているわけではない。これまでの道のりも一人振り回され、とても自由とは言えなかった。だが、寿命の末裔として俺はラフへの責任を全うしよう。よし、みんな最初に来た時と変わらず正義が何なのかを理解してるみたいだね。じゃあこれからどうすればいいの、将軍？妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、炭鉱殿がリュウソンの記憶を取り戻すことにかけるしかないだろう。リュウソン？剣僕が定休の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不朽の末裔の力を借りて剣僕の残骸を封印したんだ。そして制御することに成功した。古代リュウソンの指示のもと、寿命族は古海の水を引き、林縁郷を水没させて剣僕を収める容器にした。その創去と犠牲を記念するために、泉州同盟は林縁郷で源流大雨の火を立て、寿命の像を残したんだ。ふーん、この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったりして？No. 少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば、歴代のリュウソンは皆外見が似ているんだ。今の代を除いてね。現在のリュウソンはただ襲名しただけの子供で、力を完全に受け継いだわけではない。炭鉱殿は知っているだろうか。炭風が亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて剣僕を守っていた君ならば、私たちのために剣僕へ至る道を開けるはずだ。すべて君に託したよ。
Let me talk to March first. うち本当にびっくりしたんだから。あんたがなんかやらかして将軍に捕まったかと思ってたんだよ。どうやって助けようか考えてたのに、まさか二人が知り合いだったなんてね。そういえばどうして急に列車から降りたの？あ、感動。でもこの子と幼児ちゃんがいるから心配いらないのに。それにほら、あっちこっちで手助けしてるから、うちら先週でヒーローになりかけてるんだよ。とにかくタンコ来てくれて本当によかったよ。 I probably should have zoomed in before. Never mind. Why, Fushion? 陰月くんの転生ね。タンコでしょ。お前の名前は聞いたことあるわ。お前の名は獣王氏が世間から抹消しただけだが、大木として私は知っている。ラフの古びた数々の事件も姫事も全部知っているの。万が一に備えてね。お前が雲上の御騎士として活躍していた頃、私はまだ生まれてもいなかった。かつての伝説をこの目で見られるなんて。影絵図とかで見た感じとあまり変わらないのね。寿命族の輪廻転生って本当に生まれ変われるの？ Alright, Jim Visa.来ると思っていたぞ。先週のことを話したとき、君の目は悲しみに満ちていたからな。追放されたとはいえ、ラフは君の故郷だ。タンコ、君は列車の一員だ。さっさとこの件を片付けて、次の旅に出よう。Right. Now then, let's open the road.To the Ambrosial Arbor with the power of the High Elder. The statue of the High Elder has been greatly changed by years of weathering. There are small words engraved near its base. Here again, as Arbor revives and full nears, we call forth the mighty waters of ancient sea to flood abodes of heaven and quell roots of evil.We etch this in stone for all to heed. Try to feel the great power here. Beneath the endless rolling waves, the ancient roots of the arbor blaze, long dormant, they stir and come to life as if a beast were waking from its strife. The containment mechanism woven by past runes, the binding that tamed the beast far well known, a fragile net soon to shatter and fall, is decay a warning heard by one and all.Memories from the past emerge from the darkness, tightly gripping you. Damn, this music though. Wow.Dude, Dungeon just put a Moses here. Dungeon just put a Moses here. Holy shit. Wow. And the music, man. Holy shit.水の底にこれほどの建物が。
寿命族の竜宮が林縁郷にあったと古書に記されていたけど、こういうことだったのね。出庫の乱が起きていた時、私は幸運にもこの奇景を自分の目で見ることができた。今は総会の変を経て宮殿は廃墟と化している。寿命族の聖地で剣木を封印したことについて、ラフは彼らに大きな借りを作った。フゲン殿。はい。ここに残って運気軍を率いて道を守ってくれ。他の邪魔が入らないようにしてほしい。軽減。将軍はお一人で元老に立ち向かうおつもりですか？一人ではない、友人たちが同行しているではないか。オッケー。将軍様、我々も将軍様にお供します。我々も連れて行ってください。そうです、将軍様、あまり力になれないかもしれませんが、運気軍にとって戦士を守るのは役命です。それを異教の旅人に任せてその背後に隠れているなどできません。どうか我々に先陣をお任せください。皆の気持ちはよくわかった。だがこの先にいるのは北条の忌み者ではなく、反物質レギオンの絶滅大群だ。この道を通れば定休と人滅の対決となる。それよりも君たちにはもっと重要な役目があるんだ。運気軍よ、聞け。私が剣木に入り海が元の姿に戻ったら即座に撤退し動天を封鎖せよ。その後は大木の指示に全て従え。はっ。はい。フゲン殿、もし私が帰ってこなかったら事の顛末を整理して他の選手に報告してほしい。帰って自分でやりなさいなどとは申しません。その目しかと受けたまわりました。少しだけ将軍に見えてきたよ。はい、let's do this。Step into the ancient Vidadhara ruins. Before that, let's go. 段差がすごいね。よいしょ。次は。初めて剣木を鎮圧する使命を受け入れた竜尊。それ以来歴代の竜尊は剣竜太夫殿に戻り、古海の潮を引いて剣木の封印を固めてきた。思い出したのか。ああ、三層を礼拝し逆茂木を彫金せよ。これで玄魂の奥深くにつながる道が開くはずだ。何それ、謎謎。三層を礼拝ってどういう意味？心配するな、俺についてこい。こんなに立派な宮殿をあっさり手放すなんて、うちだったらもったいなくて眠れなくなっちゃいそう。
寿命族にとって仕方のない犠牲だったんだ。Let's not waste any more time and bring the key Vidyadhara's use. Percipient sconce. A ceremonial lamp left by the Vidyadhara that contains the Vidyadhara powers of seeing. By lighting them up in a specific sequence, the corresponding seals in scale gorge waterscape can be removed. Okay.ここが一つ目の三層を礼拝する場所だ。この封印を解けば元魂に一歩近づく。封印ってこの変な形をした石灯籠のこと？ああ。順番に石灯籠に触れることでここの封印を逆転できたはずだ。ではよろしく頼む。はい。やってみよう。One, two. Three. And the fourth one will be around here.That's the first one. そうだ、将軍。天運のことはもう聞いた？ああ、フゲン殿から報告を受けた。まさか元老がそれほど深く潜り込み、陰謀を張り巡らせていたとはな。この件については、事後に運気軍が調査を行う予定だ。今は元老を止めることに集中しよう。Okay, it's me. They went the wrong way. Sorry. Yep, I went the wrong way. Sorry.Turns out I'm supposed to hit right over here first. Run! I'm not here to engage you guys.Just keep running. Oh, bollocks. There's someone guarding that. ここの封印は剣木。It looks like somebody's guarding it, so I have no choice. こいつ、なんだか手ごわそう。生死拒絶。一年のマナリ、同点元気、超無一角。Okay, I'll try not use the skill then. たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。争いに意味はない。Oh. おやすみ。即戦即決と行こう。Since I have used fire as well.破るためにある。
間に合ったようね。ほんの気持ちよ、気にしないで。生死虚実、一同天元家超無一角。 Gotta bring it in down fast。 おやすみ。逃がさない。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。あっシュッ、ダフンダウン。お注射の時間よ。いや、殴ったね。うちの出番。逃がさない。平気よ。殴ったね。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。手の施しようがないわね。ゲミダメオーダー。即戦即決。逃がさない。いや、ですもんね。ついてないね。おやすみ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ、気にしないで。助かった。 I wonder if this hit me by the moon though。 たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。始めるか。 Oh brilliant, there are more enemies。 OK, now I do both of them。 ルールは破るためにある。 Gotta put down the apes。 殴ったね。 Marsh will do the tanking then。逃がさない。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。悪い気も。即戦即決と行こう。よし、行くぞ。おう。What the hell? 逃がさない。おやすみ。おいしゅ。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。うちの出番。Whoa.Break. いや、逃がさない。手の施しようがないわね。OK, heal up. お薬の時間よ。助かった。ついてないね。殴ったね。ウェイ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。始めるか。Let's play safe. Let's play safe.逃がさない。お注射の時間よ。助かった。うちの出番。間に合う。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ビュン。いや。殴ったね。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。もうリスが見えれんぎわん。即決と行こう。ルールは破るためにある。
かっこいいな。ついてないね。That hurts。悪いね。Okay, another one down. 殴ったね。Okay.Ouch! 逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。Okay, I think the OG don't want that, Eddie. お注射の時間よ。おやすみ。始めるか。This would have been so much easier if Dunhan was alive. たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。Let's take it nice and slow, nice and slow.この機会を逃すな。ルールは破るためにある。悪いけど、おやすみ。Almost. Okay. The egg is down. We can go all out. ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。Oh, thank goodness.先ほどの巨獣が踏んでいた石板はここの封印と何か関係があるのだろうか。Revelation Sleep。Follow the lights as the stone describes。Okay。Wait. Okay, stop. Cue.So this is number one. So, and this is number two.Number three is this one.Number four, this one. これでよし。三つ目の封印に向かうぞ。Right, let's do this.Here. Moving on. Bollocks. Dead end. Wait. How do I head to that area? Never mind.ここが三層の最後の一つだ。ボロス、there's no clue though.
寿命の棒鉄、諸将渡り歩く、破月凛凛、真珠は爽快に沈む。月日が経ち、700年ぐらいが過ぎると、寿命族、竜の血族たちは再び卵と化して古海に沈む。そして次に脱輪する時を待つんだ。不思議な壁画、全然時間の侵食を受けてないみたい。この壁画は周辺にあるいくつかの壁画と関わりがある。古海から生まれ、また卵となり古海に戻る。寿命族が輪廻する過程が描かれているんだ。封印と関係があるのかな。あるかもしれないな。知れない、うん、思い出せないのって辛いよね。わかるよ、うちも何も思い出せないから。So wait, one, two, three, four. So we gotta open in sequence. 寿命のイラン、月を浴びて花を預かる。王たる古海、月を浴びて再来する。この壁画は寿命族の卵が破月古海で脱輪し生まれ変わる瞬間を描いている。 Beginning. So I believe this is the first one. Then is this the second one? 寿命の青年、雲銀睡夢、総流は天に舞い各所へ帰する。この壁画は学問を治めた寿命族が泉州の各地に散り、同盟のために尽力する壮年期を描いている。 So I assume this is number two. どうかしたのか。封印の解き方の検討がつかないようだが、試しに周辺の壁画を調べてみてはどうだろう。封印と何か関係があるかもしれない。 Wait, I got the order wrong? 寿命の道地、古縁の連携、前世の県警、来世の死。この壁画は寿命族が脱輪してから年配の同胞に導かれ成長する歳月を描いている。So wait, this is supposed to be number two? One. Two. Three.Then four. Huh. Okay. All right. The passage is complete. 三層への礼拝が終わったな。次は剣木の玄魂に向かおう。剣木の目がまた伸びている。元老だ、もう時間がない。まあ、let's keep going. Wait for that. Let's do this. あれ何？竜？着いたか。ここが剣木の玄魂、豊穣の神の御業が宿る地。三層を礼拝し、逆茂木を彫金せ。つまりここのことだ。竜の力を受けて
原痕に竜の形をした木のコブができている。今最後の封印を解こう。準備はできているんだね。 Well, let's do this. Step into the depths of the roots of the arbor.He must include Jingyuan. Okay. Jingyuan. Okay. Jingyuan will be the AOE. Danghung single target. And then I'm gonna need it.Shielder, healer, and Danghung. I hope that's alright. Alright, let's do this.客人はラフの将軍だったか。あの悪者、やっぱりここでうちらを待ってた。ここまでだよ、元老。恩人様も来ているのですね。焦らずとも、異次宅が終われば会いに行きますよ。薬王秘伝がうぬぼれるのもうなずける。この剣木は確かに生を作り出す力を持っている。諸君、くれぐれも気を抜かないように。炭鉱殿、私の背中は君に任せた。わかった。 Right, let's do this. And is it me or we're working ridiculously fastYou finally reveal yourself. You. All right, let's do this.確かにその名に恥じない。これで何ができるか試してみるとしよう。そう、泉州に長命をもたらした力で壊滅を与えようではないか。 Whatever。 元老め、剣木から奪った力を使っているようだ。諸君はあれら原価の大使、私が奴の肉体を疎う。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ウィンエリメント。はい、ダンフン。You aim for them flowers. Aim for them.味わいなさ。大言を吐きよって、剣木が生み出したこの尊き体を打つなど、わらわにとってこの場にいる全員が虫けらに等しいというのに。 Oh, shut it. 吹き飛ばされ。気をつけろ、なのか。
three-phase fight, okay. Okay. Action delayed. Okay. Sure. Okay, the flower was down. And the flowers are back. Okay. Sawagi wo okoshita. Seishi kyojitsu. 1 nen no manai. Douten ryuki. Chōmu ikkaku. Okay. Incoming Susanoo. Skill point recovered. Jinya's gotta stay alive. Yowch. That's not good enough. You heal by yourself? Okay, Susanoo done. Alright, Natasha, heal yourself. I think Marsh will provide the shield to Jingen. Break.
逃がさない。レフ、うちに出くわすなんてついてないね。ほら、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。This boss fight really forces you to manage your skill point properly. お注射の時間よ。安心しろ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。Really gotta manage your skill point properly. Otherwise you're screwed. 気をつけるわ。Ouch. 殴ったね。Thank goodness, much is being the taking. 争いに意味はない。生死虚実、一年のマナレ、同点利益、超無一角。Okay, break. Usano, do your job. Okay. Nice. このみこす。どけ。Dead. Not enough. Damn it. And the flowers are back. 言うことを聞かないのは悪い薬を飲みましょう。動かないでね。今祝福してあげるから。One less skill point reduced, never mind. Gendo, Senshu Hisho! Wait! Nushkera o tsubusu no ni. Oh boy. What the hell? Uchu no subete wa kaimetsu o mukaeru. Koujou mo.重視も例外なくな。騎兵の出番。高校たる異例よ。我が命に従え。ダン。OK。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。All right, well, now we're entering phase two. What to do? 今だ。Oh, not this nonsense. うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。お注射の時間よ。命の重みを味わいなさ。Oh boy, this is difficult.This should be interesting. 争いに意味はない。生死虚実、一年のマナイ、同点。Okay, so should I aim for the flowers or should I aim for the should I break her? What the hell?あとは任せた。勝利を手にしたと思ったか。お、Use Cloud Heal Roar to attack Fantilia. Got it. We got backup. Not cool. まさかお主、不朽の竜の血族か。But that's interesting.今さら剣木を守る役目を果たそうと。And I gotta say, the music is giving me Ghost in the Shell vibes. 動かないでね。今祝福してあげるから。
私が指揮しよう。I feel like I'm supposed to。痛くないでしょ。ありがとう。どけ。騒ぎを起こしたから。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。I feel like I'm supposed to hit Fantilia. 今だ。Not good enough. Oh boy. Oh shoot. Man, this is cool. And not to mention, I'm picking in P2P characters. Konomi Kosu, Junshu, Unki Hissu.争い意味は眠るといいわ。うちの出番。Attack Fantilia first. Attack Fantilia first. Yikes. Geno, その陰先週必勝。Wait. 騎兵の出番。高校たる異例よ。我が命に従え。ダン。Broke. And then. 今さら後悔しても遅い。Wait. 生死拒絶。一年のマナ同点元気。超無意企画。Natasha, we heal, Danhung. 薬を飲みましょう。安心しろ。Enter repose? うちがいるんだから負けないよ。 50% HP left before she enters phase 3. Oh, what the hell?Yikes! Oh dear. What? Where's Natasha? Damn it! Heal yourself.That Natasha definitely needs more needs improvement for the way I see it. Oh boy, that hurts. That really hurts.Now the flower. Mm-hmm. 11% left. Susanoo, do your job. 3% left, damn it.Should I take a risk? No, let's play safe. Oh my goodness, you can't be serious. Okay, Natasha, you gotta heal yourself, man. Danhe needs to be healed. 安心しろ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。 It's only 1%! Come on! 動かないでね。
今祝福してあげるから。この身こそ純種の矢尻。Finally, 0%. 私たちを虫けらと言ったね。元老、虫けらとほぼ互角に戦っている君も、絶滅大群の中では初めてなんじゃないか。それはつまり、他の絶滅大群にも会ってみたいという意味か。残念だ。お主らに。その機会は訪れない。おい、高校たる異例よ、我が命に従え。 This time, final piece。 生死虚実、一年のマナリ、同点技術、超無意企画。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。Event is this? You can't be serious. 84%. Yikes! Natasha! Heal up! Heal up! Heal up! その技はもう見飽きた。高校たる異例よ、我が命に従え。ダン！ Whoa, that's painful. Okay. Oh boy, this is hard. Gotta plan this carefully, guys.I gotta plan this carefully. Look, this is difficult. Okay, this is difficult. Okay, Fantilia breaks it. And she's recovered from break. What the hell? You can't be serious? Oh boy, this is hard. This is really, really hard. Jingen must stay alive. I repeat, Jingen must stay alive. And I gotta improve Natasha after this match. うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。はい、スーサノオ、リオジョ。ああ、ダメッジ。What the hell?Wait, are you telling me she's gonna keep doing this shit? Man, this is rough. This is tough, man. Now what?Yikes! 言うことを聞かないのは悪い子よ。命の重みを味わいなさい。Wait, she's gonna spam again? This is nuts.
騎兵の出番。高校たる異例よ、我が命に従え。ダン。That's not enough. What the hell?うちがいるんだから負けないよ。 How much longer till the other Dunghun is ready? Damn it! Susanoo, do your job! Oh, brilliant, let's go! お注射の時間よ。20% left.Man, this is tough. Yikes. Maybe I should have killed 9%. Okay, almost there.She used to march. This is definitely doable. Definitely doable. Konomi koso, junshu no yajiri, senshu hisho. Ah, not enough damage. Damn it. Yikes.Come on, 5%, 5%, 5%. Not this nonsense again! Heal, 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 heal! Nice, 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 hurry up with the heal! Come on, almost there! Almost there! Come on, almost. Oh no, you don't! This better be the final Lightbringer!Come on, this better be the last one. 1%! You can't be serious! Another Abba, what? You can't be serious! Come on, March, you got this. Bring her down! Please! Bring her down!お主らをボイドレンジャーに変えよう。What? 壊滅の力に蝕まれ、ナヌーク様の駒となるがよい。よし、決めた。この傲慢極まりない選手の勝利。Wait, I thought this battle is over already. What the hell?Okay, I think the battle's over. It better be over. This bitch! Oh,
Wait. Tanko! Oh, this is Sanuo. I didn't expect a boss fight to make me tired as hell. 恐ろしい敵であった。もし彼女が壊滅の力を私の体内に注ぎ込み、私をボイドレンジャーに変えようとしていなければ、勝敗はどうなっていたかわからないだろう。これもタンコウ殿のおかげだ。君の見事な一撃が私と緊密につながっていた元老に重傷を負わせ、彼女と剣木の結びつきも断ち切ってくれたんだから。そういうことだったんだ。炭鉱が槍であんたを刺した時はびっくりしたんだから。 Is Fantalia still alive? Very likely. 残念ながら壊滅の指令はそう簡単に滅びはしない。だがしばらくは元老の力も落ちたままとなり、剣木に再び手を出す心配もないはずだ。ただ性格の封印作業にはまだ時間がかかるだろうが。いや、それらのことは不元堂に任すとしよう。ケイゲ、目を開けて。こんなとこで寝たらダメだよ。ねえ、起きてってば。 And Jingyuan is down. Oh, that was the most tiring boss fight I've ever done so far. Holy shit.And the final phase was intense as hell, man. What the fuck? 一緒に写真を撮りに行く? Oh, okay. I think that's pretty much the end of this mission. And unfortunately, we still have no idea what happened to the real Jingyuan, unfortunately.I hope we get answers in Yu Kong's companion mission. Anyhow, I'm done. I'm out.